起点の三街道駅茨城県道330号、三街道停車場線終点の諏訪町、交差点茨城県道330号、三街道停車場線は、茨城県上総市にある関東鉄道上総線三街道駅と接続する県道である。1959年10月14日、新たな県道として、三街道市、 宝町の三街道停車場を起点とし、県道土浦の打線交点を終点とする区間を、本路線とする県道三街道停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号330となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 AB、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第5343号、ピアニッシモ、56、7、ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第779号対象9年4月1日、茨城県国時代147号より、県道路線認定茨城県法、 号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第5336号、P3、県道の路線名及び整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82。ありがとうございます。